はいどうもリンドです。今日は、混合金シャツの動画のすっごい久しぶりなんですけど、続編という形で動画を出そうかなと思います。1,2,3 とパート3まで撮った後ちょっとね、お仕事だったりとかいろいろ忙しくてそっちの方の動画を忘れてしまっていたっていう状況でございます。楽しみにしていた方やそちらの方ご覧になっている方々、大変申し訳ございませんでした。ということで今回謝罪も込みで、動画撮らせていただいております。はい。で、あちらのシャツなんですけれども、購入してからもう半年ぐらい使ってはいます。ただ着てない日とか夏場はね、なかなかずっと着れてなくって全部3枚あるんですけど1日2日3日って着て洗濯をしたりとかの関係で3日着ないで3日着てみたいな感じを繰り返しています。で使っていってのやっぱり感想としては姿勢は良くなりました。腰がね姿勢が良くなったっていうのと少し引き締まったかなと。お腹とかもねちょっと横から見るとこんな感じにはなるんですけども前よりは引き締まったかなっていうところです。であとどうしてもね私イカ水でこのお腹の部分がねポポンってちょっと出てしまうんですけども、だとしてもお腹周りとか胸周りっていうのはかなり引き締まってきたかなとは思います。ただ着ながらトレーニングをしているわけではないので多分ですけどあれは着ながらトレーニングをしないことにはダイエット効果というか引き締まりというか姿勢を正すっていうところにはつながると思うんですけれども筋肉として引き締めていくっていう効果はやっぱりないのかなと思います。着てるだけで痩せれはしないです。やっぱり運動しないとっていうことですね。で運動サポートの部分にはなります。なのでよくネットで歌われているような着てるだけでっていうのはちょっと違うかなとやっぱり私は感じています。なのでまあ私はこれからも着ていこうとは思うんですけれども、これからも定期的にというか1ヶ月とか経ってからかな着てどれぐらい痩せたかとかちょっと私も運動の方をするようにしていて、今こんなもの、まあ前の動画でもちょっとちらっと出したとは思うんですけども、こんな感じでローラーをちょっとしたりとかも、するようにしています。今で着ながらローラーをすることによってやっぱりもともとここら辺がね引き締められるんですよ。あれを着ることによってグッと、なので引き締まった状態でトレーニングができるのでそういう部分ではありだと思います。なので着たままっていうところ、あと仕事の時は着てた方がいいかもしれないです。仕事の、まあ、状況にもよるとは思うんですけれども全く動かないなんてことないじゃないですか。なので体多少動かすと思うので少しは引き締めれるとは思います。なのでまあそのような形で使っていただければなと思います。はい。ということで早速この後ちょっと、体重計に乗ってみて引き締まってるのかとか脂肪が落ちてきてるのかっていう部分を、ちょっと見ていこうかなと思います。はい。ということで体重計の方に来ました。じゃあ乗っていきましょう。前の時の動画を見た時には64ぐらいだったんでね、お出ましたね。60.8 ということで、着てるからといって痩せているということではないかもしれないんですが、着てることによって身は引き締まっているような感じがしますね。はい。ということで、60.8、前の動画を確認したところ 63.8 だから3キロぐらいは落ちてるのかな。ただ3キロだから気のせいだろっていう部分もあるかもしれないんですけども正直着始めてあれが来た時にね、3週間ぐらい全く運動してなくて、でそれから1ヶ月ぐらい全く着れてないとか着てなかった時期があったんですよ。でその後に着始めてちょっとトレーニングをするようにしました。でトレーニングをするようにしたのと
まあ、極端にお菓子だったりとか飲み物だったりジュースだったりっていうのをよく飲むタイプなので、私がなんて言うんですかね、そういうのを少し減らすっていうのと、生活環境をちょっと変えていくみたいなところもしていって、で、今この動画を出す、2ヶ月ぐらい前から混合筋シャツをちゃんと着ながらトレーニングを少しするようにしました。で、2ヶ月前の、体重計の写真とか残ってないんですけども、その時の記憶では65を超えてたんですよ私。その前にこうストレスが溜まって、ストレスが溜まると食べる体質なので 65.4 とか 65.5 とかって、おいやばいじゃんってなったんですよ。で、もともとそんなに60を超えるような体重があったタイプの人間ではないので、昔なのでもう食べ過ぎなんですよね。で、運動しなさすぎっていうのもあったので、このまま行って肥満になってもやだなと思って、2ヶ月ぐらい前から混合筋シャツを着ながらちょっとトレーニングをしていました。で、その状況から考えると2ヶ月ぐらいで5キロは落ちたってことですね。65.5 ぐらいあったので、で、それより前のやつの 63. 何歩の時と比べてどっちにしても3キロは落ちてるっていう状態なので、私がそのために運動しているっていうのもあるかもしれないですけれども、あれを着ながらやるっていうのはかなりいい気がします。前よりお腹も引き締まってきてますし、姿勢自体も良くなったと思います。あとは久しぶりに会った友達に痩せなって言われたので、顎らへんね、顎らへんが痩せなって言われたので、もしかしたら効果があるのかもしれないです。運動してるっていうのはあるかもしれないですよね。で、あれを着ることによって運動しようっていう意識は一個生まれました。多分意識的なものがね大事かもしれないですね。なので私はあれを着ながらまた運動していこうかなと思います。ですし、あれを着ながらトレーニングもちゃんとやっていきたいなと思います。なのでちょっとこういうのも使いながら少しずつダイエットというよりは筋肉をつけるっていうところですかね、をやっていこうかなと思います。また2週間3週間とかこう体重計とかも乗りながらね、運動も繰り返しながらやっていって、次の動画をアップできたらなと思っています。楽しみにしてくださっていた方、本当に申し訳ございませんでした。これからも動画は出していこうとは思います。全く動画を出さないっていう形ではなくて、ちゃんと筋肉になったのかっていう部分とか申し訳ないです、筋肉になったのかっていう部分や脂肪が落ちているのか、あとはダイエットの効果はあるのかなっていうところは検証としてちゃんと着ながらやっていこうかなとは思います。はい、ということで今回は、混合筋シャツの、ダイエット筋肉というか鍛える、ことがどうなってたのかっていうところのね、現状の動画でございます。また新しい動画、アップしていこうかなと思いますのでよろしくお願いします。以上リントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あとツイッターもやっておりますので概要欄よりフォローお願いいたします。